まあ、常に進化できるように日々練習してるんで、また次の試合もまた進化した強い姿を見せればいいと思っています。まあ、自分のペースでしっかり戦うっていうことと、まあ、あとはまあ油断しない。まあ、そこで、まあ自然と ko につながるのかなっていうのは思っています。